来月3日に党の役員人事と内閣改造を行う考えを正式に伝えました。自民党の役員は多くが交代する見通しで、大村副総裁はどんな役職に就こうと安倍総理を支えていこうと呼びかけました。菅官房長官は内閣改造党役員人事というのは、これは総理総裁の専権事項でありますから、しかるべき時に総理がご判断する、そういうことに尽きるだろうというふうに思います。改造で焦点となる石破幹事長は、おととい出演した TBS ラジオの番組で、安全保障法制担当大臣への就任